西加奈子さん撮影若木慎吾巻くことが好き。なのは男だけだと思っていた。1位になった。タエフ1レーサー優勝した野球チーム土俵入り。するお相撲さん。いつだって何かを巻いているのは男だ打つ。前が巻くこのワンシーン、そこからは。地丸西加奈子さんの小説マクコ、福音館、書店館、は、ひな、ビタ温泉街に暮らす11歳の K、佐藤、氏、が不思議な転入生小杖との出会いから茂る、流していく物語、神社の玉砂利や道端に積まれ、た干し草と、何でも巻くことが好きな女子、それが小杖。絵である。はじめ何かを撒き散らす夢、力ぶわーっと話が広がって、そこに思春期の男の子を描きたいという思いがリンクして生まれた作品でした。映画化という話を聞いた時、まずは巻く子を手にしていただけたことが嬉しくて、映画が大好きなので映像としてどう表現されるのか楽しみになりました。メガホンを取ったのは鶴岡恵子監督。成長期のサトシを前に、女好きでだらしなく息子とうまく向き合えない父親に草郷さん、チャキチャキと温泉旅館を切り盛りするおかみで、母親の役に須藤リーロドリさんを据えた。映像化にあたっては全て監督にお任せしていましたから、完成した作品を新鮮な気持ちで感させていただきました。劇中、サトシと小杖、絵が語る場面で会話のイメージが冴えのアニメーションで表現されるのですが、私には思いもよらない演出方こうでした。でもその冴えがとても効果的で素晴らしかったです。児童書として書き始めたつもりが、実は大人への物語でもあることに気づいた作品だ。だと西さんは言う。大人になることを恐れる子になぜ大人になるのかと書き進めるうちに、じゃあ自分はちゃんと大人なのか、例えば大人だって老いという変化を経ていくし、それを怖いとも感じている。私たちも同じだったんです。巻く子には良い人しか出てきません。現実的に考えれば、そんな世界は嘘やと思われるでしょう。私も世界に私の本しかなかったら、そういう書き方はしないで、もっと悪い人や嫌なことを描いたと思います。でも人間の黒い心はこれまで幾度も書かれてきました。そう考えたとき、ならば私は人を信じることの尊さについて書こう。自分の理想とする物語にしようと思いますし、多層して生まれた一冊の本が手に、他人によって映像として生まれ変わり、私たちの前に現れた。西さんの巻いたものが芽吹いたのだ。今回、多くの人のお力で映画という形でさらに大きく皆さんに発信できる機会を得ることができました。日々何かあらゆるものを周囲の方からいただいていると感じます。私だけではなく、生きている人はみんな何かを巻いている、そう思う。うです。西加奈子1977年生まれ。2004年青いでデビュー。黄色い像は宮葵と向井理出演で13年に映画化さ。出た。通天閣で第24回織田作之助賞。ふ。くわらいで第1回河合駿物語賞。さらば。で第152回直木賞を受賞した。巻く子は直木賞受賞後の第1作インフォメーション
マクコ3月15日金曜日よりテアトル新宿ほか、全国ロードショー出演、残光、新音、素通り彩り作詞 http、マクコムービー JP、週刊文春編集部週刊文春2019年3月21日、5、